任界大戦も佳境に入った。頃合いだな。そろそろ九尾を狩りに向かうとしよう。新たに作り出したこのペイン陸道を使ってな。どうした？どうやら五影とマダラの戦いが始まったようだ。巨大なチャクラ同士が激突している。ついに始まったか。この戦いは今回の対戦の勝敗をも左右する。必ず勝利してもらわねば。四角、こちらにも連絡が入ってきたぞ。渦巻ナルトの影分身隊が続々と戦場に到着しているとの報告だ。すでに海岸線の第一第二混合部隊、そして第二別動隊には合流を果たし、敵の殲滅にかかっている。そうか。任界全体が大きく動き始めていますね。ああ、結末に向けてな。ここまで来れば俺たちにできることはもう少ない。あと現地の仲間を信じるだけだ。頑張ってくれよ、みんな。いくら倒しても次から次に。この戦い、いつまで。安心しろ、さくらちゃん。もう終わる。俺が来たからにはもう大丈夫だ。ナルト、お前なんでここに。決まってんだろ、一緒に戦うためだ。しかしこの戦争はナルト君を守るためのものです。それなのになぜ。俺一人生き残っても意味はねえ。やるならみんなと一緒にとことんやる、そう決めたんだ。ナルト、あんた、この戦場一気に決めてやる。みんな行こうぜ。オンス、最終章、平和への道。この体ではこれが限界か。一匹は片付けた。残すはお前だけだ、うちはまだら。結局のところお前たちとの戦いは俺にとっては時期に等しい。かつての柱間との死闘に比べれば何も感じることのないただの小さな戦いだ。その小さな戦いが今のわしらにとって重要じゃぜ。この一戦に勝利すれば忍び連合の勝利は目の前です。俺を前にして勝利などありえん。それは最後までやってみなければわからない。風影の言う通りだ。せめて貴様の思い通りに行くと思うな。図に乗るな。さっきも言ったが、俺は貴様らと遊んでやっているだけだ。シャリンガンとリンネガン、この二つの力を使えば貴様らなど刹那の間に始末することができる。教えてやる。いかに抗おうと振り払うことのできぬ絶望があるということ。内葉をなめるなよ。なめるなか。ではこちらも教えてやろう。
ウチハマダラ。ここにいる私たちとあんたとでは決定的な違いがあるのは知っているか。それは力の差か、違う。それは経験の差か、それも違う。私たちとあんたと決定的に、絶対的に異なるさ。それは影のみが背負う幾千幾万の人の意志だ。意志だと？影の域に立ったことのないあんたにはわからないだろうがな。私たちの背には私たちを慕う仲間たちの思いがある。その思いがある限り、影は倒れることは許されん。いかに相手が強大であっても、いかに傷つき膝をつこうとも、最後に立っているのは我々でなくてはならんのだ。それが五影として立つ者の務め。それが我々五影の意志だ。ウチハマダラ、私たち五影を舐めるなよ。五影、いかに貴様らが吠えようと俺には届かん。ここで無様に果てるがいい。まだ、お前は必ず潰す。我々五影の手でな。そういうことだ。砂手をフォローしつつ奴を叩く。行けよ。戦闘開始。わしらの力をもってすれば貴様を倒すなどたやすいことだ。未来はお前のためではなく、今を生きる俺たちのためになる。あなたのもたらす闇を絶対に認めるわけにはいきません。昔捨てた己を今日ここで拾わせてもらう。なるほど、なかなかの力だ。ではこれはどうだ。六トン樹海鋼炭。始めるぞ。行きます。注意を。五影の意志とやらを俺に見せて。強大な術を使おうとも、我
しらは負けん。遊びはここまででいいだろう。頑丈な壁も殴り続ければいつかはひびが入る。ひびが入る。さらに殴り続ければいずれ穴が開く。そこを突く。内浜だら、年貢の納め時だ。勝利は俺たち忍び連合が掴む。奴の動きを見極め、確実にダメージを与えれば勝機は見えるはずだ。いかなる策もこの俺には通じん。お前たちはここで終わり。さて、どう攻めてくる。戦闘開始。前はもう死んでいる身だ。あの世へ帰れ。とてもいいとこは好きなんだけど、あなたはこのまま消えてもらった方がいいわね。なるほど、その力侮れんだ。だがそれだけだ。結局は俺に届きはしない。
急げ。少々驚いた。まさか貴様らがここまで踊れるとは。この戦いはもう終わりだ。わしら忍び連合の勝利でな。あ、貴様、もう復活したのか。そろそろ引きましょうか。目覚めたばかりのその体で、ここまで戦えれば十分でしょう。まあいいだろう。かつての死闘とまではいかないが、九大天の一戦だったと認めてやる。貴様らとはいずれ決着をつける。それまでせいぜい生き延びておけ。貴様、逃げるのか？逃げる？そうではない。猶予を与えるだけだ。貴様らがさらなる力を身につけるための猶予をな。何？次に与える絶望は今日の日ではない。お前たちには到達できぬ神の力を見せてやる。存分に覚悟しておけ、五影ども。では。とりあえず。ここは抑えることができたな。ああ、逃がしはしたが。ですが、あの強大な力を持つマダラに対抗できた事実は大きな意味があります。ああ、まずは十分だ。木陰の力か。大したものだな。じゃあぜ。あとは。ナルト、そっちは頼んだぞ。どうした？この先に強烈な悪意を感じる。近いってばよ。We'll be right back.
準備はいいのか。いいよ、ナルト。ああ、行こうぜ、Bのおっちゃん。どの戦場もみんな頑張ってる。大切な友達も、今まで話したことない人たちも、年取った人も、そうじゃない人も、みんなが一つになって頑張ってる。みんながいる、仲間がいる。この戦争、俺たちが絶対に。落ち着け、ナルト。バカ野郎、この野郎。クソ、勝って。ヒビも入らねえ。所詮面に傷一つもつけられないか。キュービをコントロールしたその力、こんなものではないだかつての人中力、お前の先輩たちだ、ナルト。もっとも、俺好みに少し変えてはいるな。おい、ビー、奴らの目をよく見てみろ。あれはシャリンガンじゃねえか、イオウ。それに、ナガトってやつと同じ目を持ってやがるぞ。マダラの目も同じだってばよ。前してた面と違って、穴が二つある。この面は前のと違って特別製でな、頑丈な戦闘用だ。いつも隠してた左目は、ナガトやあっちのマダラと同じリンネガンだったってわけだ。お前らマダラは俺たちが止める。お前らだと？お前らってどういうことだ、この野郎。マダラってあいつのことだろ、バカ野郎。そう、お前は知っているのか。違う戦場で本物のマダラが出てきた。お前は偽物だ。なんならかつての名トビトでも名乗ろうか。戦争が始まった今、名前などどうでもいい。お前、一体誰なんだってばよ。俺は誰でもない。誰でもいたくないのさ。ただ、月の目計画をなせればそれでいい。絶望しかないこの世界に存在する価値はない。お前たち人中力、美獣を取り付けさせられ、絶望ばかりにできた。違うか？お前たちだったらこの絶望を少しは理解できるだろう。美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。てめえにとっちゃ価値のないこの世界でも、勝手に戦争まで起こしておいて誰でもねえなんて、そんなんでごまかして通用すると思ってんのか。そんな脱線面付け替えて、いろいろな名前語っていくらごまかしても、てめえはてめえだ、この野郎。頭きた。絶対その面ひっぺがしてやる。この面を剥がすには、
が折れるぞ。上等だ。てめえは俺がぶっ潰す。俺の相手をしたくば、まずはこいつらを止めてみせよう。さすがにきついぜ。相手は6人。思い通りに戦えない6人。このままやるよりばらけさせて戦う方が良くねえか。まとめて相手にするかばらけるか、どっちかだってばよ。6人相手はきついぜ。少々ばらけた方が勝率上々。おっちゃんも言うこともわかるけど、でもこのままでもいけるはずだ。いや、別れちまったらおっちゃんと連携が取れなくなって逆にまずいってばよ。だから多少きつくてもこのまま行く。オーレイ、ナルトの言葉も一理、一人より心強いぜ二人。
型の逃亡に俺様ボーツン。奴らを見失いやすい。このままじゃ不利だ。あれをやれ。青いよ。ここらの森全部吹っ飛ばしちまえ。ハチビがサビのキラーピーだぜ、オロ様が。おわ、なんだ。お、うぃー、振り落とされんなよ、ナルト。ここからが本番だぜ、ナルト。移住はちまき。すげえ。やはり人型では役には立たないか。ではこうするとしよう。今の状態で美獣化できるのかよ。行け。